ベスト8に行ってないですから、目を背けないのも大事。内田篤人がワールドカップ後の森保 J 絶賛ムードに見解。辛口評論家の人はやかましいとか言われてるけど、元日本代表 DF の内田、篤人が DAZN で配信中の冠番組、内田篤人のフットボール、タイム。で、森保ジャパンについて語った。カタールワールドカップに臨んだ日本代表は、ラウンド16で PK 戦の末にクロアチアに敗れ、 目標のベスト8には届かなかなったただドイツとスペインという強豪にか国を破ってグループステージを突破したこともありポジティブな結果と受け取る見方が圧倒的に多いドイツで約8年プレー経験がある打ち出しはベスト16で負けてベスト8に行けなかったけど日本は良かったそれは僕も思うし選手も頑張ってたと思うけどもし他の国だったら国民性もあると思うけど 負けた理由と,かをと,こと,んやると話しこう続けているドイツでは1試合やってミスしたらそいつにインタビューするしテレビなどで負けたシーンをずっとやっている徹底的にやっていくというのがちょっとずつ出てくると悪く言えばいいってものじゃないけど目を背けないのも大事内田氏は辛口の評論家の人はやかましいとかいう感じで言われている人多いけど言ってることは本当にそう思うからそういうところも大事だし 選手にリスペクトしつつ、だと思います。じろんを述べた「ベスト8にいってないですから日本がんばった感動をありがとう」はもちろんそうなんですけどサッカー番組やらせてもらってるんで今後日本はどう戦っていったらいいのかベスト8を破るにはどうしたらいいのかをちゃんと考えなきゃな手放しにたえるだけでなく目標を果たせなかった要因をとことん議論して次につなげる。 その必要性を感じているようだ。